メジディエは、オスマン帝国海軍の防護巡洋艦である。スルタン・アブデュル・メジドにちなんで命名された。ロシア帝国海軍及びウクライナ所属時は、プルト川にちなみ、プルートと名付けられていた。本艦は、オスマン帝国が、自国の沿岸部の防備のために、アメリカのウィリアム・クランプ・アンド・サンズ社に発注して、建造した艦である。本艦と、同時期にイギリスは、 アームストロング社エルジック造船所に発注されていたハミディエがあり、運用上の理由により禁じした性能を持つように設計され、武装も当初はイギリス製を採用していた。このため、本艦は同時期のアメリカ海軍の防護巡洋艦よりもイギリス海軍の防護巡洋艦に似た外観を持っていた。1910年に撮影された本艦。 艦首甲板上に棒立てのついた 15.2cm 速射砲が見える。本艦の基本設計はハミディエと同一である。船体は平艦乾板型船体で、艦首水面下には未だ昇格がついている。艦橋は下部に司令塔を組み込み、上部には左右に船橋を持つ箱型の操舵環境を配置した。この艦橋後部を基部として一段の見張りところの上に、 単焦灯を配置した簡素な単脚式の全部マストが立つ。船体中央部には等間隔に並んだ三本煙突が立ち、周囲にはキセル型の通風灯が立つ。煙突の背後には見張り章を基部とした単脚式の後部マストが設けられた。武装の配置は棒立て付きの単装砲画の手法を環境前の全甲板と小甲板に各一機を配置し、 煙突周囲の原則甲板状に同じく棒立てのついた単装砲賀の複砲を片ゲー4機ずつ配置した。本艦の模型本艦の手砲はアームストロング射八1893年型 15.2cm 速射砲を採用し、これを単装砲賀で2機を装備した。この砲は毎分後から7発を発射でき、最大射程は 強角20度で13,350メートルに達し、射程2,740メートルで減速走行51ミリメートルを貫通できる性能であった。副砲は、速射性能を重視し1864年型12センチメートル速射砲を採用した。この砲は、毎分後から6発を発射でき、最大射程は、強角20度で9,050メートルであった。 その他に、耐水雷艇迎撃用に、フランスのオチキス社の製品を、イギリスで、ライセンス生産したオチキス 4.7cm、単装機砲を単装砲がで6キロくも同じくオチキス 3.7cm 単装機砲を、単装砲がで6キロくもを装備した。他に、対艦攻撃用として 38.1cm、水中魚雷発射管を単装で2機を装備した。 今回は、ロシア帝国時代に復旧した際に、主砲と副砲が統一され、パターン 1913-13cm 速射砲となった。その性能は 36.86kg の砲弾を、行角20度で 15,364m まで届かせることができた。この砲を単装砲がで1 0を g 甲板上に配置した。砲がの不行能力は、行二十五度。 不覚語度である。旋回角度は360度の旋回角度を持つが、実際は、上部構造部により社会を制限された。方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に5から8発と速かった。また、対空兵装として、パターン1914、1576.2センチメートル広角砲が、 単層砲がで2機、甲板状に追加配置された。この砲は、ガングー特急度級戦艦にも採用されており、その性能は 6.5kg の砲弾を最大行角65度で最大射光6100メートルまで届かせられた。砲がの不行能力は行角65度、深覚5度である。旋回角度は360度の旋回角度を持つが、実際は、 上部構造部により社会を再現された。方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間20から12発と速かった。耐水雷帝砲はオスマン帝国時代と変わりはない。魚雷は45.7センチメートル魚雷に更新された。本艦の機関は、 ニクローズ式石炭戦勝水管管16機と3段、膨張式4機とレシプロ機関2機二軸推進を組み合わせ、大やけ身において、最大出力13,396馬力で、速力22ノットを発揮したが、1914年頃には、老朽化により速力は18ノットにまで低下した。このため、 トルコ海軍時代において1925年から1926年にかけて近代化改装が行われた際に、ボイラーをバブコッコスウィルコックス式石炭、重油混沌水管管16基に換装されたことにより、武装増加に伴う排水量増加にもかかわらず、速力は20ノット台にまで回復した。本艦は1900年5月にオスマン帝国政府が発注し、 1901年にアメリカ合衆国のウィリアム・クランプ・サンズ社のフィラデルフィア造船所で寄港された。1903年7月25日にアブデュルメジドとして浸水、すぐにメジディエに解消された。1903年12月19日には竣工し、オスマン帝国海軍に配備された。当初の武装はイギリス製の15.2センチメートル砲2門。 12cm 砲、8門、47mm 砲6門、37mm 砲6門であった。姉妹艦には、巡動警官のハミリーエがあった。1912年10月、第一次ワルカン戦争の勃発直前の10月7日、メジディエは、ハイダルパ社に闘病していた。メジディエは、10月21日から31日、国会作戦に使用され、 まずはじめに、バルナ砲撃に参加した。10月21日、艦長アーリフネビー海軍小佐指揮のもと、メジディエは、巡洋艦、ハミディエ及び、駆逐艦、ヤーディギャールミッテトと合流し、単純人を組んで、13時15分に、セイゲオルギー岬に接近し、ハミディエが砲撃を、開始、13時25分、メジディエも砲撃を、開始、14時に砲撃を停止した。 オスマン戦隊は3隻のブルガリア水雷艇が出港しようとしているのを目視し接近した。この動きを見たブルガリア水雷戦隊は15時5分に遠距離から砲撃を開始し、陸上砲台も自軍の水雷艇を支援するため砲撃を加えたがオスマン側に損害を与えることはできなかった。オスマン戦隊は沿岸の砲台の一部、電気施設、灯台を破壊した後、 16時に砲撃を停止した。ハミディエは海軍省から半分だけ解読された暗号伝文を受け取り、コンスタンツァからイスタンブールに向け航行中の機船、ダフニの保護を命令されているものと解釈した。この間、メジディエにバルナ周辺の大砲のヤーディギャールミッテトに嫌いの探査の任務を与えた後、ハミディエはコンスタンツァイスタンブール航路に向かったが、 ダフネを発見できなかった。メジディエは10月24日、バルナの監視を継続した。同日、ヤーディギャアルミッテとは石炭が突きかけてイスタンブールに召喚され、代わりにメジディエには駆逐艦ニュムーネイハーミーエトが付けられた。メジディエはこの駆逐艦を監視任務のためにブルカスに送った後、ブルガリアに対して G 運動を行おうとし、 バルナ要塞司令官に応答を求めたが、返信はなかったため、沿岸の24センチ砲台に砲撃を加えた。砲台も応戦した。メジディエからの報告によれば、砲台の一部とガラタ灯台を破壊した。ディムノスト沖海きでは、ギリシャ海軍の機関の総甲寿命館、イエロギオフ・アベロフと、解剖戦艦、プサラに対し、15センチ砲弾101発。 12センチ砲弾40発を撃ったが、命中弾はなかった。第一次世界大戦1914年に発生した第一次世界大戦に参戦し、国会方面を有力した。1915年4月3日6時30分、メジディエは、ハミディエと共に駆逐艦を伴って、オデッサ攻撃に向かう途中、オデッサのボロンツオフ東大沖15海里において下限に、し、 キカマ室に浸水して沈没を開始一部が着底、乗員26名が戦死した。公開記録、暗号伝文は焼却され、無線送受信機、照準機は破壊され、生存者はハミディエにより救助された。7時20分、路角を避けるべく、駆逐艦、ヤービゲアールミッテとにより魚雷処分が試みられたが、完全には破壊されなかった。 1915年に撮影されたオデッサ沖で着底した本艦。その後まもなく、ロシア帝国は同艦の引き上げによる路角を図った。6月9日、船体の引き上げに成功したロシア帝国海軍により、オデッサに栄光され、6月26日、修理の上の上、国会艦対象族とされ、収益の前年に戦没した同盟艦から継承する形で、 プルートと解明された。1916年2月25日、箱を塞ぎ上部構造物を一新するなど大規模な修理を行い、実戦配備についた。艦の修理と並行し、全装備品をロシア式に換装した。元の艦砲類は陸に挙げられ、オデッサ港の防衛線の補強に活かされた。本艦の新たな主武装として、 砲画を最大行角25度まで引き上げられたパターン1 9 1 3 1 3トル速射砲を単装砲画で10門を搭載した。これはニコラー F にて建造中であった土球戦艦インペラートルアレクサンドル3世の副砲の一部を譲られたものであった。また艦の上部構造も一部変更された。プルートは国会艦隊の一艦として オスマン帝国を相手にトラブゾン侵攻作戦などに参加した。ギャラリー1917年3月に2月革命が起こるとプルートは他の国会艦隊所属艦艇と共に臨時政府の所属となった。10月革命が起こるとプルートは他の国会艦隊艦船と共にウクライナ国旗を掲げたがウクライナへ侵攻したボリシェビキの赤軍がセバストーポリ。 を占領した際に接収され、赤色国会艦隊所属となった。1918年2月9日のブレストリトフスク単独講和により中央同盟国と同盟したウクライナ人民共和国は、破竹の勢いでウクライナの地を回復した。ウクライナ側の主張によれば、4月29日には、ムイハーイロ・サーブリン少将の命でプルートは、ウクライナ国旗を再び敬用した。 この日、ボリシェビキの先導を受けた一部の艦船が、ボリシェビキ支配下のノボロシースクへ向けて出港しようと、したが、セバストーポリバニへ侵入した、オスマン帝国海軍の巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムと防護巡洋艦、ハミディへの砲撃によってそのほとんどが湾内に押し戻された。プルートは、この出港には参加しなかった。ウクライナ側の主張によれば、プルートは一時的に、 ウクライナ人民共和国とウクライナ国に泊まり、5月1日には新たにウクライナ国国会艦隊司令官にムイハーイロー・ーストロフラード宿クイが任命され、国会艦隊艦艇はウクライナ国に掌握された。しかし、この海軍は実権をドイツ帝国軍部に握られていた。ロシア側の主張によれば、この時ウクライナ国には海軍は存在せず、国会艦隊艦艇は ドイツ帝国国会艦隊に編入されたという。5月4日には、プルートはドイツによる接収を受けた。1918年5月12日、オスマン帝国海軍に返還され、対抗性が確保された後、7月11日に、ハミディエにより、イスタンブールへと栄光されていき、2日後の7月13日に、到着した。トルコ海軍時代の1940年代に、 撮影された本艦。イスタンブールにてオスマン帝国へ引き渡された本艦は元の艦名であるメジュディエに戻された。その後、帝政は倒されトルコ共和国が成立したがメジュディエは軽巡洋艦としてトルコ海軍で運用された。1925年からヨルジク造船所で改装が行われ1927年6月に最終駅した。 近代化改装を行った際に 13cm 速射砲4機と 45.7cm 魚雷発射艦が撤去され、7.6cm 速射砲が4機となった。1940年からは、魚塾において士官学校の練習艦となり、1947年3月1日に退役した目尻絵は、1952年から1956年に、 かけて、イスタンブールのカスムパシャで解体された。ありがとうございます。